イギリスは何世紀もの伝統のある国なので、その文化の中には外国人にとって奇妙に思えるものもあります。でもイギリス人にとっては他の国のやり方が違うというだけで、物事を変えるつもりはないようです。一般的なイギリスの家に見られる珍しいものを一緒に見ていきましょう。2つの蛇口。イギリスではお湯と水の蛇口が分かれています。これが発明された当時は水を加熱するボイラーが使われており、その中でリステリア菌というバクテリアがはびこってしまう傾向がありました。水の方はきれいなので飲料水として使えたとしても、お湯が混ざると感染症になってしまう可能性があったのです。そのため当局はリステリア症の発生を避けるためにお湯と水を混ぜることを禁止しました。現在では随分長い間旧型のボイラーは使われていませんが、古い家に行くと未だに蛇口が2つあるようです。一体どうやって手を洗うんだろうと思うかもしれませんが、イギリス人の子供たちは慣れたものです。2つの蛇口の間で行ったり来たり、素早く手を動かしながら洗うようです。それがうまくできない場合には流しの中で混ぜます。まあこれは水の節約にも役立ちますよね。さらに水を混ぜる特別な道具をつけるのもオプションのようですよ。水道法。1965年には水に関するもう一つの法律が定められ、お湯の出る蛇口は不可能でない限り常に左側に取り付けなければならなくなりました。これは目の悪い人を保護するためのもので、お湯の蛇口がどちらかわからず火傷してしまうのを防ぐために行われたようです。バスルームの電気。イギリスではバスルームにコンセントがありません。イギリスの電圧は北米よりも高く、感電を防ぐために紐式の照明のスイッチまであります。どんなに濡れていても絶対に安全であるようデザインされています。さらに安全規則では水の中にいるときにはコンセントを差し込めないということが決められているため、コンセントはキッチンにあるんですね。国々によってさまざまな規則がありますが、イギリスの規則ほど安全なものはないかもしれません。プラグ。電源のプラグの形も違い、2つではなく3つのピンが使われています。電源コンセントにはオンにするためのスイッチがありますが、これはコンセントをオフにするだけで充電後にデバイスを取り外す必要がないので便利かもしれません。でも寝るときにスマートフォンの充電を始めようとしても、スイッチをオンにし忘れていたら寝坊してしまう可能性があります。洗濯機がキッチンに置いてある。浴室にコンセントがないので洗濯機はキッチンに置かれています。イギリスの家は通常北米の家よりも小さいので、洗濯用の部屋や乾燥機さえないことがよくあります。そのため衣服を乾かすためにはその代わりに外で干す習慣があるようです。電気のスイッチが逆。イギリスの電気のスイッチは他の国とは逆向きになっており、明かりをオンにするときには下を押して、オフにするときには上を押すようになっています。なぜこのようなシステムになったのかは不明で、単なる慣習によるもののようです。カーペット。家中どこでも床一面にカーペットが敷かれていて、なんとトイレにまで敷かれていることも。その他にはオプションがないので、家を購入する際や借りる場合でさえこのことが広告の中で触れられていることはありません。クローゼット。普通の家は小さいのでフルサイズのクローゼットのためのスペースがありません。家の階段は急なものが多いので、その下のスペースを使ったり、あらゆるスペースを無駄にせず活用しているようです。窓。窓は外側に開くか上下に開閉し、内側に開くことはありません。まあ部屋が狭い場合には都合が良いかもしれませんが、窓を掃除するのは大変ですよね。通常ビクトリア朝風の窓にはガラス窓が一つしかありません。古い建物を改造することは許されていないので、モダンな窓を取り付けることができないということ。さらにイギリス人はカーテンを使わず、分厚く複数の層があるブラインドを使います。エアコン。通常夏の間でも気温があまり高くはならないので、イギリスの住宅にはあまりエアコンが装備されていません。そのため換気は窓を使って行い、窓には閉じていても新鮮な空気が内部に流れるようにするための
空気回路が組み込まれています。そのままだと常に隙間風が入ってきてしまうので、それを防ぐためには特別なクッションが使われます。覆われた窓、イギリスでは何百軒もの古い家の窓が覆われています。相当変だと思うかもしれませんが、このことも合理的な歴史的背景があります。1696年に導入された窓税は、家の窓の数に基づいて課税するというものでした。家のオーナーは窓の数が多ければ多いほどより高い税金を支払う羽目に。通常大きな家を持っている金持ちの家にはたくさんの窓があったので、政府は金持ちにさらなる税金をかけるための得策だと考えたのです。窓の数が10未満の貧しい人々は窓税からは完全に免除されていました。そのことにより、高い税金を支払えない人やたくさんの窓がある豪邸のオーナーであり、節約しようと考えた人たちは窓を覆うことにしたのです。そしてその税金が廃止された後も、暗さに慣れた住民は窓からレンガを取り除かなかったようです。家の中が寒い、イギリス人は寒い季節でも家の中をあまり暖かくしないようです。暖房にかかる費用が高いので、巨額の請求書を受け取るよりも暖かい服を重ね着することを好みます。中には一晩中暖房を止めて湯たんぽを使いながら寝る人もいるようです。さらに政府からも室内の温度が18度を超えないよう法令が出されました。家の正面にあるパイプ、知らない人ならびっくりしてしまうもう一つの特徴は、上下水道管が地下ではなく家の正面に取り付けられているということ。これは配管がかなりシンプルだった時代の古き伝統によるものです。ゴミ箱、イギリスではゴミ箱がまるでオーナーが誇っているかのように正面玄関の近くに置いてありますが、その理由はかなり実用的なものです。これはゴミ収集作業員の効率を上げるために行われています。19世紀には人々が裏庭でゴミを燃やしていたので、廃収集業者は残った灰を回収していました。でも20世紀になるとゴミの量が増え、多くの灰が残り、そして廃収集業者は裏庭への行き来にかなりの時間を浪費していたのです。そのため当局はゴミに対する政策を変更し、収集を効率化させるためにゴミ箱を家の前に置くことを義務付けたのです。小さな庭、まあイギリスではどっちにしろ裏庭にゴミ箱を置くためのスペースがあまりありません。町の大通りに面した家では幅がわずか数メートルしかなく、裏庭もものすごく狭いのです。それでも脇道の家に住むよりはかなりの費用がかかってしまいます。人々はどんなに小さな家でも大通りに住みたいと思っていたようで、いまだにその傾向があるようです。郵便配達、正面玄関のドアには郵便用の細長い隙間があり、手紙や新聞はそこから床に落ちるようになっています。その隙間がない場合、郵便物をドアの下から滑り込ませます。ハリーポッターの中でホグワーツ魔法魔術学校からの数十通の手紙がドアの隙間から家の中へ飛び込んできたのを覚えていますか？これでどういうことなのか分かりましたね。牛乳配達用の扉、古い家の扉には牛乳配達用の小さなドアがついています。今日ではスーパーマーケットに行って長持ちする新鮮な牛乳を買うことができるようになったので、ちょっと変に感じるかもしれませんよね。でも酪農業者は20世紀半ばまで牛乳を買い手の家まで配達していたんです。人々は空のボトルをポーチに置いたり、両側から開く牛乳配達用の扉の向こうに置いておいたりしたのです。まあこれは未だに素晴らしいアイデアだと思いますけどね。これらの変わった特徴の中で最も印象に残ったものはどれでしたか？他にも奇妙な特徴を知っていたらコメント欄で教えてください。そして今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画を高評価しお友達とシェアしてください。そしてこちらのおすすめの動画もぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。